も、も、もしもしも言いましたね。森、森くん、森。もってわかります？もって。も、あのもですか？琵琶湖のもとか。ああ、もうね。ね、もって言いました。モーラーって覚えてます？ああ、モーラーありましたね。こうクル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 動くやつね。キムシの動くやつ。モーラー。モーラーありましたね。ああ、モーラーか。あのね。はい。モーラみたいな親戚で、はい、なんか要はあの露店で売ってはるやつ知りません？ちっちゃいなんか髪の人間がピョン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 って跳ねて、わかりますわかります。でこの言うこと聞くんですよとか言って売るやつ。はいはいはい。ほらほらほら、これ上がって上がって上がってとか下がって下がってとか。あれ何なんですかね。ピョン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 ってありますよ。はいはいはい。あれをそのうわすごいって言って、このこれほんなら800円ですって売るっていう。はいはい。あれをやってる、まあ、露店の人が、はい、結構若いお兄ちゃんでね、結構見ますよね、はいはい、あれあれ不思議でしょ。不思議ですね。めっちゃあの大道芸みたいな感じで売ってはる人でしょ。そうそう、はいはいはい、でこうやって言うこと聞くんですよ、はい、もうちょっとほんならあの跳ねんのちょっと短くいこうかって、はい、ピョン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 って、はいはい、で上上がってピョン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 、はいはいはい、じゃあこれほんなら欲しい人あの800円ですとか言って、はい、うんうんうん、お分けしますって、はい、やってますね。それがあって、それ僕ね京都でやってはった見たんですよ、はい、それもね僕がね25ぐらいの時ですわ、はい、やってはって、はい、うわすごいなこれ、はい、と思って、で結構やっぱ売れるんですね、はいはい、買うんですよ。不思議ですもんね。800円でうわこんなんあれやったらとか言って、うわやっぱ買う人おんな、でも不思議これどうなってんねやろと思ったら、ほらねなんかそこにね結構おっちゃんで、でちっちゃい娘さん連れてるおっちゃんがパーッと来て、うん、おい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 こんなんこうたあかんで言うて入ってきはったんですよ、うん、まあ言うたら露店のそのあれを明らかに商売邪魔ですよね。邪魔ですよね。こんなんあかんでこんなんこうたらって言って、でいやいや何を言うんですかみたいな感じでピョン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 みたいな、でこっちも結構百戦錬磨やから、いやもうそんなんあのちょっと今下がっといてもらえますかお兄さんとか言って、ちょっと客いじりっぽくやったら、はい、な下がっといてやないねん、ここで凍ったんやわしは言うて、凍ったけど全然家帰ったらピョンピョンピョン跳ねえんやないかい言うて、こんな凍った飽きまへんで、こんなもんこんな詐欺ですせ言うて、詐欺ってなんてこと言うんですか、もうこんな跳ねてるのに、ほら見てください怖いからちっちゃくなってるじゃないですかとか言うて、ピョン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 、あれ今考えたらその人こうおっさんの相手しながらもちゃんと調節してやんのすごいですよね、はいはいはい、ピョン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 言うて、ほんでやるから、ほんで全く僕らもどうやってこれ飛んでんのかも分からへんし、不思議やと思ってんのに、もうこんなあかん詐欺や言うて、そんなもんお前何を冷静に対応しとんのじゃ言うて、うちの娘な跳ねる思ってこうたんや、そのまま跳ねる言うてこうたやないか、生きてる言うてこうたやないか、何が生きとんでんって言って、いやだって生きてますよ、ほらほらこんなちっちゃいからほらこんな大きくなるとか言って、全然空気読めないですけど、でもみんな結構人バー集まってきて、でほなもんな、ほな教えたろって、あんたら、こんな欲しい思ったやつおるかもしれんけどな、これな、ここに糸あんねんって糸、引っ張って、見えないとこに糸あるんですよ。あれね、横に糸釣ってて、うん、縦糸や思ったら横糸があって、それをなんかね、複雑に手に絡めてこうやってるから、うん、僕らはその人形の前後にあると思って見てまうけど、上下に、実は横に糸があって、横のところにピンってつけてるんですよ。うんうん、で、そこに桜っぽい人がいてて、その人の股の間から来てるから、その人の前には人が立たないようになってるんですね、あれ。これピョンピョンピョンで、ここに糸があんねんって、ブチーって言って、ほらこれ、これ糸や、これが生きてるっていうことかって言ったら、ほんならその人が、その、売ってる人がバーって持って、もう動かなくなったじゃないですかどうしてくれるんです、こんなもん糸で繋がっとるからこんなもんならへんねや、そらそうですよ、こんなもんな800円も出してこんなもん150円ぐらいでできてるなんで150円か分かんないですけど150円やこんなもん言うて、ほんでその後もううわー蜘蛛の子散らすようにみんな帰っていって、でもこれまだドラマがあって違うんですよ実は、そのブワー帰れ帰れ帰れみんなこんな詐欺やでブワー散った後に、そのおっちゃんが言ったのが、お前な場所代払わんからこんなことなんねんって言うたんですよ。だから娘やで引き連れてきて、はいはい、子供、はい、それ結局まあ言うたら諸場代引き取りやっとるから、はいはい、それで追い払われたんですよ。なるほど。裏には裏それがあったんですよ。これちょっと僕ねそれでモーラからちょっとあれですけど思い出しました。怖いっすね。